ます。稲田和馬です。私は流しをやったり仏像作品展というイベントのプロデュースを行っております。さあ本日もラジオ&YouTube の映像同時収録配信をやっていきたいと思いますけれども、本日もどうぞよろしくお願いいたします。今日はですね、実は昨日の夜に流しに行ってきまして、昭和町のシアンというお店にで歌ってきました。いや本当に急遽の連絡だったにもかかわらず受け入れてくれてですね、そこで遊びに行ったんですけれども、そこで感じたことを今日はお話をしようかなと思っております。今日のテーマはですね、ロックンロールかフォークで行くかというテーマでお届けしたいなと思っております。やっぱりいろいろ流しでいろいろな現場で歌わせていただくとなりましたら、本当にもう多種多様といいますか、もう場所によって全然違いましてですね、それはお客さんの人数であったり、時間帯であったり、お店の雰囲気であったりとか、テンションであったりとかも全然違うんですよね。で、ちなみに昨日は、私が大体9時半ぐらいに伺ったんですけど、まず行ってみた時にはお客さん、常連さんがお二人いらっしゃったというので、割と静かな感じだったんですよね。で、その歌うっていう感じよりは、まずは常連さんお久しぶりですね、2年ぶりですねっていう形で、お酒一緒に飲ませていただくっていうことで、いろいろとおしゃべりをさせてもらったんですよ。で、その後に10分後ぐらいに、私は初めて、多分常連さんの方がちょっと分かんないんですけど、初めてお会いしたからで、50代ぐらいの男性の方と、60代ぐらいの、同じ男性の方が、いらっしゃったんですよね。で、そのいらっしゃる前にお店に電話がかかってきて、で私のことを言ってくださって、その方の話をそのお店の方に聞くには、ボーイが好きだと、氷室京介、布袋寅泰、ボーイが好きだと、なるほどということを聞きました。じゃあ結構割と音楽が好きで熱いのがいいのかなと思って、言ったらこういう見た目だし、こういうキャラクターなので、自分としては得意分野じゃないですけど、そっちの方に持っていくのかなっていう風に一応心構えはしていたんですよね。で、実際にお会いしまして、で、言ったら4人ですよね。で、まだやっぱり言ったらまだ静かな雰囲気、言うてもまだ最初初段階なので、お酒をこれから飲もうかなみたいな感じで、まだ一杯も飲まれてないような雰囲気でもあったから、割と静かなところでスタートをしたっていう感じだったんですよっていうのがあって、いろいろと、おしゃべりさせていただく中で、ちょっと流しの雰囲気になってきて、で、最初にいただいたのがリクエストで、神田川だったんですよね。神田川。そうか、そうか、神田川か、ということを思って、これ、ロックンロールで行くのか、フォークで行くのか、というのを非常に考えましてですね、どっちの方がいいかな、というのを、結構、悩んだんですよね。というのも、流しは1曲目が、一発目が、つかみが非常に大事だから、このつかみをどっちでいった方が喜んでもらえるのかなと。言うたら、見た目に合わずフォークでいくのか、それとももうそのままテンションぶち上げるじゃないですけど、ロックンロールの、持ち味を出していくのかっていうのがあって、神田川言われまして、例えばロックンロールですと、あなたはもう忘れたかしら、赤い手ぬぐいマフラーにしてみたいな感じかなと、言いたい感じで、ちょっと熱く歌うっていう感じと思ったんですけども、ちょっとこれはテンションとしては上げすぎかなと。ボーイ好きと頭に入っていたものもまだ一杯目ですし、お酒を一口口に入れただけであれば、もうフォークで行こうと思って、昨日はフォークで行きました。あなたはもう忘れたかしらみたいな感じですかね。赤い手ぬぐいマフラーにしてみたいな感じで、ちょっとフォークな感じで言ったんですけど、それで何が起こったかと言いましたら、2曲目にクイーンの Don't Stop Me Now をリクエストいただきましてですね、テンションこんなになったんじゃないかと、結局そのロックンロール調でよかったんじゃないかっていう、そんな話ですね。 Tonight gonna have myself a real good timeI feel love I'm roll Turn it inside out みたいな感
感じで Don't Stop Me Now 来ましてですね、あの結局ロックンロールちゃってそのまま結局あのお客さんがそこからもうガーッと入って最終的にあのもう11時ぐらいになったらもう満員になりましてですね、もう本当にロックンロールでもずっとサムライソウルとか、まあ、最後の最後はもう私の純粋なところの未来の歌というのオリジナル曲はもうあの聞いて聞きたいという方いらっしゃいまして、それで歌って、結局2、30曲歌いましてですね、もう盛り上がってあの終電ギリギリで帰ったという、まあ、そんなお話でございましてですね、あのロックンロールちょっと良かったのか、まあ、ちょっとよくわからなかったんですけど、まあ、そんな、回でございましたので、今日はそんな一日でございました。日曜日ですね、5月ですね、皆様あの素敵なメイデーをお過ごしいただけたらメイジーお届けしたいと思います。それでは皆さん今日はありがとうございました。それではまた。